はい、皆さんこんにちは、ムツです。今回使うのは何ですか。これは何ですか。 H3 リールガン、そう、 H3、 合ってる、 H3 リールガン、リールガンで、まあ、これ壊れてまして、3発ずつしか出ない銃の筆頭なんですけども、普通のリールガンよりか弾速というか撃つ間隔が短くない、はい、遅い、つまり遅いんですけども、その分攻撃力があって、普通のリールガンだと3発当てても倒せないんですが、 H3 リールガンの方は3発当てることができれば倒せますので、瞬間的な殺傷能力はあるということで、あるんですけども、まあ、それはね、こう狙う力がある人に限るわけでして、僕みたいななんか数打ち当たるみたいな人にとってはかなり厳しい戦いが予想されるという武器でございます。で、サブはかなり殺傷能力の高いボムの、9番ボムですね。どこにでも貼り付くというところでかなり便利な感じです。で、スペシャルはスーパーセンサーなので、まあ、多分ね、僕はね、黙々と塗ってスーパーセンサー展開してるのが一番役に立てるような気がするので、そんな感じで行こうと思います。どうぞ。はいはいはい、ネギトロ炭鉱ってどうなの。もうリールガンがどこ得意とかよくわかんねえわ、あんまりにも使わなすぎて。まあ、僕結構 FPS もやる方なんですけど、あんまり3点バーストがそもそも好きじゃないですよね。あんまり好きじゃないというか得意じゃない、こういっぱい出ろって思っちゃうんで。この武器もね、なかなかそういうところで苦戦はしていますが、ただポテンシャルは高い武器なんでね、うまく使ってあげたいというところで考えておりますけどね。そこ絶対いるんだよな、炙りだし。これじゃ炙り出ねえわ、一生炙り出ねえ、これもうダメ、俺すぐ前に出てバーン、ダメか。よっしゃ、もろた、ギャー、この至近距離で当ててくる。至近距離で当ててくるホットブラスター使いは素晴らしいですね。やっぱブラスター系はあのゼロ距離戦がやっぱ苦手とするところなんでね、そこをしっかりと当ててくるとプレイヤー性能でカバーしてくるプレイヤーというのはかなり上手いというか、厳しい戦いが予想されると。吸盤は制圧力あるから適当に巻いてるだけで敵の動きかなり制限できるのはいいですね。いるんだよな、そこ。なんか本当はああいうのをね、吸盤でもう一回しなきゃいけないんだけど、うわ、うまい、というか的、もはや的、そして右に3人左に1人というこの守備状況まずいですよ。僕はこれレーターをうまく貯めて味方の役に立たないとキルでは間違いなく貢献することはできないぞ。もうこの回外やばい、二段構えダメだろ、二段構えダメだろ。ちょっと俺みたいなカスがここを塗ります。自分下げ、いやマジでやべえな、1キルも取れないぞこのままじゃ。いや逆にだから立体より使えないということで、よし、太陽立った、これは、そして進路も立つ、そしてとどめ、極めつけはここに置くことによって相手は死ぬしかない。やばい、これ死んじゃう、あぶねえ、まだいけれる、くそ。マジでどうにもなんねえなこれ、やばいな。いやまだいけるよ、まだ1分もある。そう、この2分のクソみたいなプレイはこの1分間でどうにかすればいいという。やばい、スパシャが飛んでくるぞ、適当に飛んでくるぞスパシャ、うわ、ちょ、こっちから弾飛ぶ、ガッ、危ない、足元塗るのもちょっと比較的得意の方じゃない、そしてあいつは俺が倒す、危ない、やばい、これ溜めてもう一回、うわー、やっぱり。わかる、その使い方、俺この武器が食い物だったらな、全然あの、いや活躍しますわ今日はつって出てくるんですけどね。どんだけ食い棒なのみたいな。イエーイ、3発当てたぜ、1500%、懐かしい、懐かしいぞ、まだ勝てる、食ってない。むしろそっから負けんのかみたいな。いや、あとは味方に頑張ってもらいましょう。ゴミカスみたいな発想、いや、あ、違う違う違う、なんで投げちゃったんだよ。最後ポイって投げて、結構吸盤は濡れるんでね、ポイって投げて、これ勝ったら本当に味方に陳謝、感謝。圧倒的感謝。無痛圧倒的感謝。味方が強すぎる。俺だけじゃね、キル下回ってんの。あ、そんなことない。いや、これ逆によく勝ったね。やっぱキルデスじゃないんですよ、縄張りバトルは。そうでしょ、僕も塗ったね。500しか塗ってね。次行こう、次。よし、戦いの中で成長していく。そう。それで、この動画は、その、むつ成長物語。そう。そういう感じでいきたいと思いますんで。
これからですよ。まだまだこれからです。成長しきるまでは終われない。おりゃいないんだよな、あのところ。やべ、ホットブラスター勝てない気がする。やばい。でも射程分かってるからプライムぐらいはありますからね。プライムシューターぐらいのやっぱ中距離シューター典型的な。これが当てられない時点で的でしかない。いやちょっとひどいな。さっき何使ってたっけ。さっきジェットスイーパー使ったのか。最近ちょっとねジェットスイーパーが空前の大ブームで、まあ、クイボがやっぱり強いですね。弱体化したのかなみたいな。本当に全然使える。そしてレーダーを展開。そうだ、これで役に立とう。そう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 、やっぱこういう裏方的、敵倒すだけじゃがスプラトゥーンの縄張りバトルではないんですよ。敵倒すだけがスプラトゥーンではない。切ってるぞ。これヤバくね。他にもいるんですけど、俺がやばい。しかしまだ逃げる場所がある。そこ潰して、おっとこれバレちゃうんだ。俺もうわっだー弱すぎ。マジ的なんですけど、ボーナスゲームじゃん。俺見つけたら、お無痛やんけ、殺したろみたいな。いやいや、これからこれから。そこにいるな。いるんだけど、じゃあそれがどうするかというと、あ、バリア張っちゃった、まあ、これはでも良かったですね。バリア剥がせるのは大事だよね。ちょ、せめて安全圏から戦いつつレーダーをもう一回ぐらいは張り直していかないと。あれ後ろ落ちてない。大丈夫大丈夫。味方が倒してくれたトゥーンかなこれ。そこでもないんじゃねえかな。これ毛かなり乗られてますからね。ここ塗り返していこう、塗り返していこう。もうこういうなんかもう極めて地味なこのなんか実況動画あるまじき。こんな塗ってる動画あるかみたいな。敵のいないところで。いや非常に、あでも700ポイント塗ってる。結構塗れてるぞ。あれは遺言ナイス、間違いない。俺も最近遺言ナイスに敏感ですからね。なんかいるなあそこ。やばい、ナイス、うまい。味方を映すよ、味方を映す。俺のカメラが、あと一発当たってくれ。筋肉積んでてこれですもんね。一応筋肉積んでるんで 96% ぐらい当たるんですよ、入るんですよね。2発当たれば、2発当たればね。まずそもそも2発当たらないという。なのでスリップダメージが入ってればまあ倒すって。よっしゃ、さよなら。お達者で。うわ、ちっか。よっ、そこだ、ダイオウくん、そこだ、ダイオウくん道を知る。おえー、あー、ナイス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 。よし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 。でもさっきよりかキル取れてますから、どんだけハードル低いんだ。さっき1キルとかだったもん、確かな。まあ、レーダーも3回、あーでも勝ちましたね。勝った勝った勝った。いや最後トントンぐらいにして終わりてえな。しかしお、すっげえ塗ってる。これリールガンの塗りじゃなくねえか、これ塗りすぎだわこれ。でも他が塗れるような武器じゃなかったからちょうどよかったかもしれんな。次行きましょう。